次行ってみて。え、いやいや、俺20年目やよ、絶対覚えてないって。いや、それやないで、覚えてない。いや、まあ、そもそもおるかどうかもわからんしね。稲子さんとか全然おるし、誰かおるけど、誰かおるけど、稲子さんも知らんねん、全然認識ないから。まずいね。あ、でも降りそうにないね。じゃあ、翔太君っております？あんたは何かやねん、帰らの部屋かやねん。そうです。あ、翔太は東京の方。あ、帰ってきてないです。あ、帰ってきてない。帰ってない。あ、いや、正月は帰って、もううちには来たって法事があったからね。あ、法事があったから、あの時は帰ってきたけど。なるほど。あ、カラオケですか？今あれ、選曲してくれって書いてある。あ、カラオケ今やろうかと思って今かけちゃった。ああ、ちょっとやってみたいな。一応友達と今来てるんで、もう一人来て、入ってもいいですか？もう一人来てるんですけど、いいですか？またカラオケ出してやれるか。カラオケやりますよ。なんか歌います？この中がうまい、あんたらが歌う人が。これ何ですか？どういう歌ですか？あ、すごいな、リスト作ってるんですね。自分が作ったんだけどね。日頃から歌うんですか、いろいろ。いや、これね、曲はあんまりないから、下手な。私はよくある、それはあれ、ブラックって言うしてからの、そうと思うけど、あれするやまた、だいまた、あれするっちゃ5万円ぐらい出さんだ。ああ、そうなんですね。あ、テレビでできるっていいですね、なんか。これ、だからこれしかないですよ、曲はね、今使えるそうだ。ああ、公開曲からね、40曲あるわよの。ああ、これとね、これ、ここはだらっとある。これだけほだほだある。この中に下が上がったらあったら撮ってみて。北軍の春裏、北軍の春裏は分かろう。演歌でしょ、これ全部演歌は、ばっかり。あ、でも分かるやつあるかもしれない。見てみ、津軽海峡冬景色してますよ。あれを撮ってみ。まあ、これなら安村大工がね、安村でられ、うん、あそこおったね。ああ、古田の人、はいはいはい、小島のとこ、はいはい、あれが仕事が済んでからね、最後になってから。うん、何歌いますか？北国の春でもやってみようか。北国の春、はい、うん、00074。あ、それを入力するんですね。ちょっと入力してもらえます？ あ、それを入力するんです。ゼロ、あ、まあ、あれが選曲って書いてあるからね。はい、ゼロゼロゼロ、うんうん、74。あ、本当や、千正男。これ18番ですか、これ。得意なんです。これやったら、まあ、なるせい。ああ、そうですね。なんか、そう、椅子に。いやいや。Oh, no.
ごいな、85点ですか、高得点じゃないですか知らん知らん、歌ったら分かるよ、あ、聞いたら分かるかもね、厚みギロ、出ますね、すごいな、もう歌い慣れてるんですよ、違いますか、まあ、練習歌い慣れてるって、これがだいたい過ぎちゃったんですよ、この歌、ああ、そうなんですね、よく聞いて、聞いてらっしゃる、なるほど。